皆さんこんにちは、ゆりかです。今日は最近やっている毎日メイクを紹介していこうと思います。シンプルで簡単なので、ぜひ最後まで見てみてください。それではメイクスタート。
はい、いかがだったでしょうか。かなり簡単だったと思います。最近はこのメイクアップレボリューションのこのパレットもよく使うんですけど、ハイライトがすごくお気に入りで、前回も言ったと思うんですけど、このメイクアップレボリューションのこのハイライトとあのハイライトパレットの輝き方がすごくお気に入りで、ほとんど毎日使っています。で、最近はインスタグラムでは紹介したと思うんですけど、こちらのブローラッシュネオのこのボリュームタイプがすごくお気に入りで、カールキープ下地とこれを使うのが最近のお気に入りです。あとこちらのミセのカラーリングアイブロウパウダーのこの一番下の色はほとんど毎日使っているので、もう結構減ってきています。あとこの明るい色もノーズシャドウにすごいよく使うので、これもすごくもうなくなってきてますね。あと時々これ出てくると思うんですけど、このリンメルの一番シンプルな色合いの001番は本当に使いやすくって、特にこの明るい色はラメ感もしっかりしてるので目頭に入れるのがすごくいいです。これはどれも綺麗な色なのでまんべんなく使ってる感じですね。髪の毛もだいたいいつもこんな感じでゆるく巻いてます。どこも行かない日は巻かないですけど、だいたいいつもこういう風に巻いてます。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。役に立ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。前回の動画でもお伝えしたと思うんですが、もし何か質問とかあればコメントに残していただけると嬉しいです。あとリクエストもお待ちしています。スキンケアのリクエストを何回かいただいたことがあるんですけど、今すごく花粉でこの特に目の周りが赤くなったりとか腫れたりするので、花粉の時期が終わってちょっと収まってきたらやろうかなと思います。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。